はい、こんにちは、116ウィンズです。8月31日のトレードデッドラインが近づき、かなりトレードが活発化してきましたね。ホワイトソックスがパイレーツからジャロド・ダイソンを獲得したり、また今日ですね、パドレスがロイヤルズからリリーフピッチャーのトレバー・ローゼンタールを獲得しました。パドレスは現在20勝15敗で地区2位につけていまして、まあ、このまま順当にいけばプレーオフには進めると思うんですけれども、ただちょっとブルペンに不安を抱えている状態なんですね。昨年オールスターにも選ばれたクローザーのカービー・エイツですとか、あとは FA で獲得してきたドリュー・ポメランツが現在故障者リスト入りしていますし、またコンオフトレードで獲得してきたエミリオ・パガン、それからここ数年間パドレスのブルペンを支えてきたクレイグ・スタメンもちょっとあまり成績の面では良くないということもありまして、まあ、今後ポストシーズンまでの戦いを見据えますと、終盤僅差のゲーム非常に増えてくると思われますので、パドレスのこのタイミングでのリリーフの補強はまあ妥当なのかなと思いますね。パドレスはここ数年間 FA 市場でも活発に動いてプレーオフを目指すチーム作りを行ってきたんですが、まあ、ただここ2年間はなかなか結果が出なくて、その中でようやく今年チームの歯車が噛み合っている状態ですので、まあ、なんとかこのチームで上位進出、あわよくばワールドシリーズ進出まで、おそらくパドレスの GM である AJ プレーラーも考えていることでしょうから、そういった意味で今勝つために必要な補強というのをこのローゼンタールの獲得以外にもトレードデッドラインまでに行うんじゃないのかなと思ってます。さて、今回パドレスが獲得したローゼンタールについてご紹介したいなと思っています。今期のローゼンタール実はマイナー契約でロイヤルズに加入しているんですね。でスプリングトレーニングは中断するまで結果も残していまして、まあ、40人枠にも登録されていたんですけれども、今期は開幕からいいピッチングを続けていまして、8月からはチームのクローザーに就任し、現在7セーブを挙げています。今期のローゼンタールについて一番目立つのはやはり奪三振数の多さですね。13回3分の2で21奪三振、奪三振率に換算すると 13.83 になりますので、この数字はクローザーとしてもかなり驚異的な数字だと思いますね。ただロイヤルズは残念ながらポストシーズン争いから現在脱落している状況にありますので、今オフ FA となるローゼンタールをトレードしてロイヤルズとしては少しでも見返りを得たいということで、トレード自体の噂はずっと出ていたんですけれども、まあ、今回ついにトレードに至ったということですね。ただロイヤルズとしてはもともとマイナー契約、まあ、ほとんどリスクなしで獲得した選手がシーズン入って活躍して、それが結果的にプロスペクトに化けてくれたわけですから、トレードできただけでも儲けもののトレードなのかなと思いますね。そんな今期マイナー契約から活躍したローゼンタールですが、もともとはカージナルスのクローザーをやっていた時期もあるんですね。それも結構活躍していたクローザーでして、14年15年は2年連続で40セーブ以上を記録していますし、また15年はオールスターにも選ばれているんですね。この年は彼のキャリアイヤーとなっていまして、防御率も 2.10、48セーブと、この当時 MLB を代表するクローザーの一人として数えられていたような存在ですね。今も投球スタイルはあまり変わっていないんですが、100マイルの速球で打者をねじ伏せていく姿は、まあ、これぞクローザーと言わんばかりのピッチングでしたね。ただコントロールは結構アバウトでして、まあ、それが災いして2016年頃からちょっと歯車が狂い出して、17年はバウンスバックしたんですが、シーズン後半に怪我をしてしまって、で、これが結果的にトミー・ジョン手術が必要な怪我と判明して、2017年の終盤戦、それから2018年シーズンを全休することとなってしまいました。怪我の影響もあって、エリートクローザー街道から一転して、チームから FA となり、怪我からのリハビリをすることとなってしまいました。ただ幸いなことにリハビリはうまくいきまして、球速も元の水準ぐらいまで戻ったこともあって、2019年ワシントンナショナルズと FA 契約を結びます。ローゼンタールの実績からもナショナルズのブルペンを支える存在として非常に期待されていたんですけれども、開幕から4登板9人と対戦して、一つもアウトを取れないというまさかの事態になってしまいます。ローゼンタールこの間7失点を喫して防御率はなんと無限大という状態が4試合も続いてしまったんですね。開幕から4登板連続でアウトを記録できないのはどうも MLB 初らしいんですけれども、ボール自体は速いんですが、全くストライクゾーンに行かないと言いますか、もう投げてみないとどこにボールが飛んでいくかわからないような状態でしたので、もしかしたら1年以上実戦から離れていた影響もあったのかもしれませんね。このローゼンタールの防御率無限大の件は MLB ファンの中でも結構ネタにされていまして、まあ、トレバーインフィニティローゼンタールですとか、そういった呼ばれ方もしていましたし、少なくともナショナルズが当初思い描いていたカージナルス時代のエリートクローザーの姿からは全く程遠い状態だったのが昨年の開幕直後のローゼンタールでしたね。
で、その後無事アウトを記録して防御率無限大の悪夢からも解放されたんですが、ただ防御率無限大となった根本的な原因である制球難が全く改善せず、6月にはナショナルズからリリース、タイガースへと移籍するんですが、そこで多少ナショナルズ時代からのピッチングよりは投球内容を改善したんですけれども、やはりかつてカージナルスでオールスターに選ばれた姿からは程遠いピッチングが続いてしまいます。昨年はナショナルズ、タイガースで合わせて22試合に登板したんですが、防御率はなんと 13.50、 そしてもっと驚きなのが予四球率で 15.26 というとんでもない数字を残しているんですね。予四球率ですから9イニング換算してどれだけフォアボールを与えるかという、指標になるんですけれども、ローゼンタールの場合昨年9イニング投げたら15個フォアボールを出すということになりますので、レベルとしては日曜日の草野球のおじさんピッチャーと同じようなコントロールだったのが昨年のローゼンタールですね。何試合か登板して、サンプルが少ないからこういった成績になってしまうという選手は中にはいると思うんですが、ローゼンタールのように22試合も登板してこれだけ衝撃的な成績を並べる選手は、そういないんじゃないのかなと思いますね。この2019年全く何もうまくいかなかったせいで、ローゼンタールはマイナー契約を結ばざるを得なくなりました。ただそれから1年が経過してロイヤルズで好投を続け、今回求められてパドレスに移籍することとなったローゼンタールですけれども、今年何が良くなったのか、理由は実に明白でして、予四球率が大幅に改善したんですね。昨年の 15.26 から 4.61 に大幅に改善しているんですね。 4.61 という数字もメジャーリーグのピッチャーとしては決して良い水準とは言い難いんですが、ただ昨年と比べますと大幅な改善となりますので、このおかげでまともな成績となったんですね。実際ゾーンパーセント、ストライクゾーンにボールが来た割合も見てみますと、昨年はわずかに 44% だったものが今年は 52.4% と、手術前の2017年の水準と変わらないところまで戻しているんですね。このおかげもあってか以前と同じぐらいボール球を振ってもらえるようになりまして、今年のチェイスパーセントは 28.8%、 こちらも先ほどのゾーンパーセントと同様に手術前と同じぐらいの水準に戻すことができているんですね。手術前後でも球の威力は変わっていませんので、昨年はストライクボールがはっきりしている中でまともな勝負にならなかったのに対し、今年はストライクゾーンで勝負ができるようになりましたので、それがそのまま成績の改善に直結したのかなと思いますね。この V 字回復を見ていると、昨年は本当に手術の影響があったんじゃないのかなと思いますね。じゃあこれでローゼンタール見事に復活、めでたしと終わりたいところなんですが、ちょっと懸念事項もあるんですね。それが LOB パーセント、直訳すると残塁率になるんですが、こちら投手が出したランナーのうち、どれだけ塁上に残ったかを示す割合となるんですけれども、こちらが 84.5% と、LOB パーセントの平均はだいたい 70% 程度ですので、ちょっと高めなんですね。また BABIP も2割8分と、ローゼンタールのキャリアの平均と比べますと、少々低い状態となっていますので、ちょっと運に恵まれた可能性も否定はできないんですね。もちろん奪三振の多いピッチャーは守備の影響を他のピッチャーと比べて受けにくいですので、 LOB パーセントが多少高くなることもありますし、実際ローゼンタールも2015年は1年間で LOB パーセント 85.9% という非常に高い数字を記録していますので、今期のローゼンタールの奪三振数の多さを考えれば、決しておかしい水準とまでは言いませんが、ただもし運の要素が少し絡んでいたとしたら、今後の試合で揺り戻しが来るんじゃないのかなというところが少し懸念点ですね。なのでパドレスとしてはこの揺り戻しが今シーズン来ないことを願うばかりですが、果たしてローゼンタールはどのようなピッチングを見せるのでしょうか。ということで今回の動画は以上となります。今後も MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。